今日はね、最近北陸新幹線が開通した小松に来てます。まあ、車で来たんですけどね。小松はね、小松空港のあるところなんですけど、実は乗り物の町とも言われてるらしいので、今日は小松の乗り物を巡りたいと思います。松井さんがいますね。新幹線乗り場だそうです。ここにね、あの世界で一番でかいダンプカーがあるって聞いたんだけど、どうかこの外なんですかね。あれ、世界で一番でかいダンプカー。あ、でかいね。見学できます。見学できます。おうおうおう、もう触っていいの？触っていいよね。すごいね。ここから土砂を下ろすんだね。すごいね。ここはね、小松空港のそばなんですけど、航空プラザっていうところに来ました。何？何が見れるの？結構穴とか開いてますね、これね。穴とか開いてる。これ何？これ。日本人初の人力車。え？日本人初の。日本初の人
の人力機の模型。人力機、はい、B29 と0線。キャディラック、まあ、これがね、今日見たかったトヨタ 2000GT なんだけど、意外とちっちゃいっていうか、すごくね、前高っていうの、前高が低い、すっごい低いよ。あ、これ何？昭和の暮らし。スバル360。オート三輪がいっぱい。これさ、あのロータスヨーロッパじゃね？知ってる？ロータスヨーロッパ、あの昔サーキットの狼っていうあの漫画あって、それであの主人公が乗ってた車です。なこれ何の車？ダイアナ妃が乗った車。ダイアナ妃が来日した時に乗った車だそうです。NSX。 この辺いかにもアメ車っていう感じのキャデラックです。この辺はクラウンらしいです。初代から、全部あるみたい。初代から8代目まであるみたいですね、ここね。この辺ですかね、うちにあったやつ。フェアレディ、フェアレディかっこいいよね。この辺はね、サバンナ RX7 ですね。昔あの僕のいとこがね乗ってまして、あのいきなりスピンターンとかするような人でしたけど、このセリカはなんか記憶ありますよね。あの昔近所のとっぽいお兄さんたちみんなこんなの乗ってましたよね。この辺はね、あのホンダらしいんですけど、僕昔乗ってた、ホンダの CRX は
ございません。残念、見たかったのに。チャンネル登録よろしくね。